タレントの小倉優子が12日、インスタグラムで司会の夫との別居報道について言及。報道内容は事実と異なることもあるとしながらも、夫を知る妻として私の至らない点がありましたと説明した。小倉は頻繁にインスタグラムを更新しているが、夫が自宅を出た後の今年の投稿に夫への思いがにじむものもあった。小倉の夫は結婚1周年目前の昨年のクリスマス直前に家を出たとされているが、小倉は昨年は12月22日の投稿を最後に19年は投稿なし。今年は1月9日にようやく投稿を開始した。1月26日の投稿では親友でもあるギャル曽根との2ショットをアップ。小倉の左手薬指にはしっかりと指輪が映っている。1月には夫がベン・モリ氏を通じ離婚の意思を伝えているが、小倉の夫への思いが伺える一枚と言えそうだ。2月7日の投稿は豚肉の生姜焼き、大根とイカの煮物、サラダなど美味しそうな夕飯の写真をアップ。主人から教えてもらい生姜焼きのお肉には薄力粉をまぶしていますと夫からのアドバイスを今も守っていることを伝えている。2月10日には回り将棋の写真をアップし、いつ逆転があるかわからないから最後まで頑張ろう、そんな気持ちにさせてくれますと意味深投稿しているが、2月27日に投稿した第3子妊娠発表の際の写真には左手薬指には指輪はなかった。